峠駅は山形県米沢市大浅大沢浅峠にある東日本旅客鉄道大追本線の駅、山形線の愛称区間に含まれている。山形新幹線は通過し、普通列車上下各6本が停車する。山中にある無人駅で飛行駅として扱われることもある。標高が626メートルと大う本線内で最も高く、当駅を境として、 それぞれの方向に下り坂となる。1942年に当駅の南方約8キロメートルの山中になめ川鉱山という鉄鉱山が開発された。その後、鉄鉱石が作動を通して峠芸駅に運び込まれ、専用線から貨物列車で東新潟港駅へ運ばれ、八幡製鉄所に向かっていた。陶鉱山は1970年に閉山となり、 また、峠駅の貨物取扱いも1972年に廃止となった。島式ホーム一面二線を有する地上駅。警報機と遮断機付きの構内踏切がある。米沢駅管理の無人駅である。板谷峠は急勾配と豪雪による難所として知られ、山形新幹線開業まで普通列車はスイッチバックで登っていた。このため、複雑な線路やポイントなどの施設が、 駅構内に設けられ、それらは雪から守るためスノーシェルターで覆われていた。同心幹線開業に伴う改め機工事によりスイッチバックは廃止され、ホームも本線上に移設されたが、スノーシェルターは新たに設けられたホームの追い屋として流用され、上下線も含めて大きく覆った構造から独特の雰囲気となっている。トイレは構内踏切横に、 男女共用で組取式の仮設トイレが設置されている。案内状の番線番号は割り当てられていない。峠の力持ち駅売り、峠の力持ち古くから駅の名物となっており、2020年現在でも昼間の普通列車が停車するたびに駅売りの声が響く。駅前の峠の茶屋力持ちが製造し、店内でも販売されている。一売り8個入りと10個入りがあるが、 立ち売りでは1000円で10個入りのみを販売している。立ち売りは日中の列車で行う。全く売れない日もあるが、日本国内の駅ではほぼ姿を消した飲食物の立ち売りを続けている。ホームでの駅売りを行っていない朝夕の列車でも、事前に電話予約をしておけば停車中に購入することができる。峠の力持ちは、米沢駅近くや山形新幹線。 翼の車内でも販売されているが、この力持ちは、峠の茶や力持ちののれん分けを行った分家である。米沢駅前にある、峠の力持ち米沢支店で製造されており、峠駅のものとは一折りの個数や価格及び、味が異なる。2004年度の乗車人員は、1日平均10人。ありがとうございます。